D と筆に DF 銀河赤型変異サーベイの内側領域を再構成処理した時に現れるスローングレートウォールの姿。スローングレートウォールは銀河が構成する巨大ウォールの一つである。グレートウォールは同様の一つの巨大ウォールであり、スローングレートウォールとは別物である。スローングレートウォールはスローンデジタルスカイサーベイのデータに基づいて、 プリンストン大学の J. リチャード・ゴッド3とマリオ、ジュリック及びその共同研究者たちによって発見され、2003年10月23日に発表された。ウォールの大きさは全長13億8000万光年であり、地球から見かけの距離が10.2億光年、実際の距離は10.6億光年の位置にある。現在のところ知られている最大級の宇宙の大規模構造であり、 ヘルクレスザ、カンムリザ・グレートウォール、U1.27、U1.28 についで4番目に大きい。スローン・グレートウォールは、1989年に、ハーバード大学のマーガレット・ゲラーとジョン・ハクララによって、発見された、それまでの最大の宇宙構造である、グレートウォールと比較して3倍近く大きい。スローン・グレートウォールは、シンバドにおいては、 ハイパークラスター SCL126 として登録されている。ありがとうございます。